ベクトルというのがどういうふうに威力を発揮するのかその典型的な基本問題を勉強してみましょう。平行四辺形 AB c d がありますで A B を3対に内分する点 E があって対角線 BD を2対5に内分する点 F がありますと。でこの時に私たちは EFC という3点が同一直線上にある。 いうことを証明しなさいでこれがまあ2番目の目標なんですね。EFC が同一直線上にあるというのを英語ではコリニアって言って日本語ではそれを訳して共線っていうふうに訳します。直線を共有しているということですね。EFC という3点が同一直線上にある。この3点が同一直線上にあるという条件を明確に非常に精密な言葉で述べることができる。それが ベクトルの最大のお威力と言っていいでしょう。えー、強軸問題に対して、えー、明確な回答を与えることができるということです。で、この強軸問題を解くのにどういうふうにしたらいいか、まあ予備的なヒントが与えられてまして、1番で、えー、ベクトル AB、ベクトル AD をスモール A small、スモール B それぞれ置くことによって BD とか AF を表しなさいこういう問題ですが、一般に 平面ベクトルの世界でこのように2つの平行でないベクトルそれを sm a, small a,small b って2本取ってくる。平面の世界では平行でない2本のベクトルを決めることによってその平面内の全てのベクトルをですね small a と small b この今2つ決めたベクトルの実数倍の和それを線形結合といいますが一次結合っていうふうに言うこともあります。 でスモール A とスモール B の線形結合すなわち実数倍の和でただ一通りに表すことができるこれがすごく大事なポイントなんです。でこの線形結合とかあその表現が一通りであるとかっていうことは実は本当は中学生の時でも分かってたことなんだっていうことをですね後で解説したいと思いますが高等学校で学ぶベクトルの立場 このの線形結合というのがすごく大事な話で small asmall b っていうふうにこう決めてやりますとこれ決めたやつがこのベクトルこのベクトルとかですね例えば bd というのはどういうふうに表すか ?b から d に向かうベクトルこの bd はもう端的に bd はこのように見れば簡単に分かるようにこれは例えば a d ス a b ですこう書き直してやれば a d ス a b A D はスモール B で、A B がスモール a なんですから b、B a とこう表すことができる。これはまあコト学校でこういう表すのは普通でしょうけど、線形結合の立場で言うならばこれはマイナス1倍の a プラス1倍の b で、こういうふうに実数倍のわ a と b の実数倍のわとして a のマイナス1倍と b のプラス1倍のわ この形で表せるっていうことなんですね。で、こういうふうにして BD が表せる。どういうふうにして AF はどうなるか。AF というのは線分 BD の2対5に内分する点ですから、内分点の表す公式が分かっている人だったならば、5たす2で7分の1。で、5倍のスモール A プラス2倍のスモール B。 でこれも正しくはこう表すというよりは分分のの 5A プラス 2B こういうふうに表すのが、まあ、理論的には筋がいいわけですね。で A と B の7分の57分の2という実数倍の和の形で表せる線形結合で表すということです。でまあこういうような表現も、まあ、高等学校では線形結合の一種として許す。 っていうのがまあ一般的でありますが理論的にはこの形だとでそしてこの形が特にいいのは内分点のベクトルの公式として既に我々がやった問題でありますがこの時に線形結合のこの係数5 7分の5と7分の2足したものがちょうど1になっているっていうことがこの BD という線分上の全ての点 この場合は F って取ってますけど、F 以外の全ての点に対して A から行くベクトルがこの形で表せるということですね。で、これを公式として丸暗記するというよりは、この AF をこう表すというときに公式を覚えるというよりは、むしろ BF が B から F に向かうベクトルが全体の7分の2倍の 例えば b か,ら、えー、b から D に向かうベクトルの7分の2倍であるとこういう関係を利用してこの関係の両辺に現れる BF というのをこれを a f a b でこの BD というのを a d a b って。AB こういうふうに表し、ベクトル AB はスモール A、ベクトル AD をスモール B。そういうふうに表して書き直したものがこれに過ぎないんだと。だこの公式を丸暗記する必要はほとんどない。ということを前の問題で解説しています。でまあ、しかし、ここではこの公式は全部頭に入っているものとして話を進めましょう。でさて、このような準備のもとで、これはただ準備に過ぎないんですね。EFC が強線であると。 というこ,とこれが同一直線上の3点であるということを証明するにはどうしたらいいだろうかとこの共線だということを証明するのに最も基本的なのは ベクトルを用いて、えー、EF が例えば、えー、ある実数倍の例えば EC であると、えー、と T を実数としてですねと表せるとこの EF というベクトルと EC というベクトルの間に 他方が一方の実数倍。そういう関係がある。こういうふうに、ベクトルを使うことによって、えー、強線共問題っていうのを端的に表現できる。この時に EFC という3点に対して EF、EC、この両辺のベクトル E が共通に出てますね。で、E から F に向かうベクトル、E から C に向かうベクトル。で、それが、あ実数倍の違いしかない。 そういう形で表現できるというようです。で、この時にベクトルの自由さは EF と EC っていうふうに取らなきゃいけないわけではなくて、これは EF が例えば S 倍の FC。で、S は実数って。と表せる。で、こういうふうに F を 3点だから共通にとって E から F に向かうベクトルと F から C に向かうベクトルでそれが実数倍の違いでもって表せるでこういうふうに表現することもできますしまたあ、えーえー、E から F に向かうベクトルと,とあそれからそうですね E からもう全部やったのかな E から F っていうのと E から C、えー、だから例えば、えー、見かけだけちょっと違うものとしては f から e に向かうベクトルと c から f に向かうベクトルでこれが例えば u 倍の、えー、で,で u を実数としてですね適当な数としてこう表せるで3点 efc がこの両辺に、えー、現れてきてそのうちの3点のうちの1個例えばこの場合だったら f が両辺に2回現れてるこの場合だったら e が2回現れる えー、そういうことですね。でそういういふうに、えー、ベクトルで2つのベクトルの差が2つのベクトルの違いが実数倍でしかないということが言えればそれで共線だということが言えるとこれが非常に重要なポイントです。いうのここんなにに簡単というのはベクトルの威力と、えー、言っていいでしょう。で <laughs> でここで、えー、数学的に重要なのは「と」「表せる」っていう部分でありましてで高等学校ではこのことがあまり強調されない恨みがあるんですがある実数 t を用いてそう表せるということでありますから必ず t っていう文字を使わなきゃいけないわけじゃなくてで例えば u でもいいし α でもいいし p でも何でもいい何かの実数を持ってそう表せるということです。で他の表し方ができないということを主張してるんではない。 少なくともこのように表すことができるっていうことだけを主張している。ここが重要なポイントですね。さて、このことが分かったならば、あと実際にやる作業は、本当にこういう t 実数が存在するかどうか、そう調べるために私たちが考えたいのは、例えばこの場合で言えば ef とか ec っていうベクトルなんですね。ef っていうベクトルはどういうふうにしてわかるか。e から f に向かうベクトル。で <coughs> E から F に向かうベクトルっていうのはどうやって私たちは知ることができるかというとただ A から F に向かうベクトルが分かり A から E に向かうベクトルが分かっていればその差を求めればいい。A から F に向かうベクトルっていうのは私たちはまさにさっき求めたわけで7分の 5small a+7 分の 2small b とそういうふうに分かったわけですね。 A かから E に向かうベクトルってこれは何かっていうとこれはあ e の定義から5分の3倍のベクトル a ってでこういうふうに表せるでこれ計算してやりますと、えー、5735分の、えー、5735の5の255の25から、えー、3421引くから4ですか、えー、スモール a プラス 7分のででこういうふうになります。で、一方、EC というのは何でしょうって。EC っていうのは E から C に向かうベクトル。でこれは AC-AE だとで。こう思うと、AC というのはあー当然、えー、small a プラス small b。 AE というのがあさっきやったようにえっと5分の3ベクトル A ですが、そうするとこれ計算すると5分の2ベクトル A プラスベクトル B こうなるわけです。でこれの結果を見比べますね。このこの結果これ星としてこの結果星星ってこうしますと果たしてこの関係が成り立つかって。 言うと、E.F. と、e、を見比べてやります。えー、まあ、スモール B の係数を見ると一番よくわかると思いますが、この星星にですね、7分の2をかけてやると、この質が出てきますね。でこの5分の2に7分の2をかけると、ちょうど35分の4になってますね。言い換えれば、この星と星星から、えー、ですね、実は E.F. というのが 7分の2倍の倍ベクトル EC でであるるるととここういういい関係がが成り立っていることがわかるわけですつまりこの t として7分の2っていう実数を取ることができるということが言える。でということは 3.efc が共線であると同一直線上にあるということが言えたということですね。でこの t の値これ7分の2っていうことから <laughs> ef が e から f に向かうベクトルが か、e、から、C、に向かうベクトルこの7分の2っていうことはこれが2対5となってるとそういうことも分かるわけで、えー、私たちの問題では EF 対 FC がどうなるかっていうのを求めろというふうに言われてますけどこの結果から直ちに分かるということですね。でベクトルだと内分とか外分とかっていうその線分を分かつ比ということが強調される傾向がありますがその 線分を分かつ比以上に重要なことは。三点が同一直線上にあるという条件を。このように見事に定式化することができるっていうことなんですね。三点が同一直線じゃなくて、結構大変なことなんですよ。一般に平面上、にツンツンツンとこう取ったりする。一般には同一直線上に来ないわけですね。この二点を結ぶ直線と。この二点を結ぶ直線って。一般にこうずれてしまうわけで。三点が同一直線上にこ。なかなかない。 でしかしそういうなかなかない条件をベクトルを用いてきちっと定式化できるってことです。でところで実は3点が同一直線上にあるなんていうのを高等学校で生まれて初めて勉強したのかというと実はそうではないっていうことをこれからお話しします。ちょっと話が長くなりますが xy 平面で考えましょう。xy 平面上に、えー、原点があって。 で、えー、点1ゼロっていう x 軸上の点までに至るところを3対2に内分する点でここが3対2に内分する点ということはこれが5分の3ゼロっていう点ですねでここは E としましょうとで、えー、それから <coughs> 1ゼロ 01っていう点があっでこの01っていう点が D なんですがで,、えー、でこの点が B なんですけど、えー、BD という直線 BD を2対5に内分数点2対5に内分数点その点を F としましょうと。 で普通中学生であればこのようなところからこの F は BD 全体が7でそのうちこちらが2こちらが5ということです。で従って F の x 座標は、えー、と7分の 5y 座標は7分の2こういうふうになるということがわかるでしょう。そしてここが C11 っていう点でありますが。 えー、この時に3点 BFC この3つの点が同一直線上にあるということをもし証明しろと言われたならば例えば E と C を結ぶ直線直線 EC の方程式は何か、えー、?5 分の3ロを通って点11を取る傾きは5分の2って1上がるんだから y イコール 5分の2言って1上がる2分の5、えー、で x マイナス5分の3点 E を通るってことからですね実際点11を通るってことは x に1代入すると5分2分の5かける55分の2でちょうど1になって点11を通るってことわかりますねでこれは EC の方程式ですでこの EC の方程式を出しておいて f の座標代入してやります。 えー、x 座標7分の5代入し y 座標に7分の2を代入したときにこの等式が成り立つことをチェックするということをやればいいわけですが f7 分の5を代入7分の57分の5引く5分の3難しい計算ですが5735分の25マイナス3421で4でそれに2分の5をかけてやりまして87、えー、分の2になりますかでちょうど y 座標と等しくなる でこういうふうにして中学生の頃だったたら証明したところでありますねでごく平凡な x 軸 y 軸に関する計算でありますけど実はこのような座標軸座標が直行しているとか、えー、座標軸の単位の長さが等しいとかそういう制約条件を超えて一般の平行四辺形についてその議論を組み立てることができるということ。えー、こういうい 子どもの頃だったら直線の方程式をかってこんな風にわざわざやんなきゃならなかったのをもっともっと自然な方法で解くことができるっていうことつまりベクトルという考え方はいわゆる座標を使った幾何のより自然な方法より本質的な発展なんだということですね。でこういうい高等学学校数学におけるベクトルの 学習の意味っていうのがまあこの問題に集中して現れてるんですけど、あともすればこういうところで内分の公式が頭に入っているかどうかというようなことに力点が置かれてしまうのはちょっと私も残念に思っているところです。皆さんベクトルを勉強する意味それについて少し理解していただけたでしょうか。